行きましたよ。さあ始まりました中島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、はい、今回は大好きなパン屋さん紹介します。何当たるんよね。この当たるんよね。さっきましたはい、杉田ベーカリーというね、うん、あのお店でございまして、我々杉兵衛、はい、杉兵衛と呼んでおります。はい、たまに来るんですけど、その昔はもっともっと頻繁に来てたんです。そう、その理由は、うん、中ちゃんが焼き丼が好きだから。そう、はい、杉兵衛の焼き丼、これがね最高にうまいっていうことで、はい、焼きドーナツです。はい、焼きたてのドーナツをゲットする、焼きたてのパンをゲットするっていうのはいつものことなんですけども、はい、ちょっと裏技なんかもね皆さんにご紹介したいと思います。はい、じゃあ我々の杉兵衛ルーティンご紹介します。はい、レッツゴー。はい、来ないの。はいはい、いやー、はい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 、よっしゃー、どうしよう。ちょっとまず焼き度いっとっていい？ん、そうね、中島さん、あのいつもの儀式をお願いします。じゃあいいですか。はい、すいません。触ってます。焼きたてです、焼きたて。熱を感じるね、本当。うわ、本当だ、もう今焼けたみたいな感じ。とりあえず1個、これマルゲリータも買っていい？ん、マルゲリータ美味しそう。いい、マルゲリータ焼きたてか。焼きたて焼きたてじゃなくてもいいじゃん。あ、そう。明日の朝ごはんも買う。行こう。うわ、重い。ちょっと待って、持てないんだけど。くー、重っ。カツサンドも食べるよね。いつもカツサンド食べるじゃん。すぐは食べんけど、持って帰る。うんうん、いい？あ、きなこパンじゃん。きなこパンをやる。きなこパンはこれね、中島家のルーティンではちょっとここからはちょっと拝借しない、はい、あの拝借しないバージョンで、はい、すいません、パン温めお時間ございました、させていただきます。これって温めれば温めできます。あ、マルゲリータ、マルゲリータ。ああやってもう本当にオーブンで温めてくださいね。こちらお一人様一杯ワンドリンクサービス、ホットコーヒーか冷たいウーロン茶いただけます。あ、そうです、 YouTube に撮ってますよ、はい、YouTube でちょっと。そうなんですよ、すいません、ごめんなさい、あの気になさらず、気になさらず、あ、見てください。気になりますよね。いやー、やりましたね。汗かいちゃってますよ。ああ、こんなに汗かいて。ちょっと待って、卑猥なんだけど。こんなに爽やかなのに。ほんとやめて。はい。OK。はい、おいしい。よし。おいしい。よし、じゃあね。誰から行く？やっぱり焼き堂です。焼き堂ね。うん、いやこの何なんでしょうね。あの、ドーナツ屋さんのドーナツとはちょっとこう違う感じの、うん、何これ、何なのドーナツだよあの、うん、卵ボーロのような香りっていうのかな。ちょっと待って、何、私たち少し来てなかったじゃん、うん、ふわふわになっとる。こんなにふわふわじゃなかったよね。ちょっと前ぎっしりした感じだった、ね、そうそうそう、いや、バリふわふわで美味しい。まあ、進化しとるな、杉兵衛。ああ、杉兵衛の焼き堂これやばい、これ、もうね、ものすごいパンパンに
これで重いじゃろ。重い。すごい卵液がね、めっちゃしっかりこう染み込まれとると思う。行くぜ。行ってください。どんな、まあもちろんそのウェンズどうすればいいの。すごいね、なんかパンプディングみたいな感じ。そうだね、もう卵液がもうしっかり染み込まれて、うん、ものすごいとろける食感、うん、プリンプリンじゃん。そうね、なんかもう、うん、トーストじゃないよね、フレンチプリン、フレンチトーストかやっぱり何いいね、温めてもらったよ。あいーいやー、これいいね。マルゲリータ、うまいかね。これ初めましてだったんだけど、多分多いよ多いよ。トマトが甘い。トマトが甘い。パンの生地がね、うん、結構しっかりめのもっちりで、うん、すごい食べ応えがあって、あはめちゃくちゃ甘い。で、このフレッシュのトマトのところがあるじゃん。ここはなんかね、フレッシュさとその甘さとかすごい凝縮してんのよ、こう焼くことによって。どうしたの？日の光に。美味しいじゃろ？うまいよね。はぁー、どう？なんなん？やるだろうなと思っとったらやったよね。なんでこう、何をそんな。ジューシーだから皆さん気をつけてください。トマトもね。よし、じゃじゃーん、これも出来たて、あったかい。もちろん出来たてしか買わねえもん。うわー、この分厚さよ。うん、わー柔らかい。こパンはあれなんかな、杉兵衛の。そうよ、杉兵衛パン、うん、いただきます。ベーパンや。うまい、うまい。カツはサクサク、パンがすんごいね、うん、ふわもちなのわかる。ーソースがね、ああちゃんとこういろんなところにかかってて、なんか丁寧な仕事って感じ、うん、なんかあここ味ないわとかそんな感じない。普通にうまい。ねえ、うまいよね。うん、いいね。すいません、あのきなこパンの出来立てをお願いしてもいいですか。かしこまりました、はい、出来立てお一つですね。はい、はい、ありがとうございます。また年取るの私。いやー、来たー、うれしい。うわー、できたて、あげたて。あ、誕生日じゃないですよ。あ、すいません、そう言っただけです。あげたてでございます。やった、うー、来たー。 Let's go。 いいっすね。めちゃくちゃうまいな、これこれ。いいよね。塩っ気もいいね。あ、ちょっとね、ちょっと塩っ気が、ね、ちょっとね、ちょっと強めにしてるから気づかんぐらいよね。より甘く感じるんだよ、きな粉がね、うん、でもなんかね、ずっしりずっしり。もうひどいよ君。さあ、ということでございまして、我々の杉兵衛ルーティーンいかがでしたでしょうか。はい、皆さんもぜひ気になったら同じように杉兵衛ルーティーンしてみてください。はい、バイバイ。